久保さん、今回人にしましょうか、人。人ね。人に関わらない方がいいですね。<laughs> 関わってるんだけど関わらない方がいいっていうね。なんか矛盾してるんですけど、まあ僕はね、人に商品売ってますけど、まあ関わるとろくなことないですよね。うんだから僕はね、やっぱね、一人で稼ぐっていうのは本当に一番、まあ群れないっていうね、群れない、群れないっていうのは、 蒸れてるより通気性がいいと思す。通気性がいい方が、蒸れてるより通気性がいい一人の方がいいと思います。楽だし、気にしないし。うん。そう。なんか世の中でね、嫌われる勇気っていうのはすごく売れたんですけども、あのー、気にしなくていいんですよ、一人だと。うん、そもそも嫌われる勇気さえ必要ないというか、うん、なんだろうな、合わないですからね、人と。うん。 であとね僕がこれってねちょっと考え方というかちょっと人と違うところがあってネットは使ってるんだけどネットは使ってるけどもネットの世界にも住んでいてリアルの世界にも住んでいてそれを自由に行き来できるんですよここは結構ね大事でネットの世界に移住しちゃうと ネットで言っていることが全てでありとか、誹謗中傷とかもそうじゃないですか。別にその直接言われたわけじゃないけれども、そのネットで書かれてることが、なんかうわーってなって、なんかその自殺する人もいるだろうけれども、まあ、あくまでもそれってネットで書かれてることで、リアルに言われたのかっていうと、言われてないんですよね。まあ言われてる人もいるかもしれないですけど、でも僕みたいな生き方すれば、そもそもこう鹿児島まで来ないので、鹿児島まで来て、お前だ,ーだー、ーだ、こうだって言われることないので、うん。 そう僕の今のリアルはただカメラに向かって独り言を言ってるっていうそれがもう全てのリアルなんですよ僕の今のリアルはカゴあのんのだあの一人でねうんあのカメラに向かって喋ってるこれがリアルですまあ今日もねちょっと晴れたんで今ちょっと洗濯してるんですけど洗濯物干したらちょっとまだどっかドライブしに行こうかなと思ってるんですけど今日の僕のリアルはねドライブにしに行こうかなみたいな どこ行こ行ううかななっていうのがリアルなんですよでもネットはネットでまあさっきもね動画撮ったんですけどあの講義ねこの講,講義ちょっと撮ったんですけどまあそれはそれでやるんですけどねなんかねそこがちょっと僕が他の人とちょっと違うところですねその行き来できるっていう自由に、うん、でも行き来できない人ってなんかネットの住人になってネットが全てみたいなやっぱねそれはやっぱね発信する側になって分けられるようになったかなっていう 発信,する発信する側、まあ、これだけ圧倒的に発信してるので、発信するからこそ、なんか、なんかそんなに影響を受けなくなったというか、多分受け取るだけだと、影響を受けるしかないので、でも影響を与える側になると、影響をね、防御できる部分も出てくるというか、うんだからそこがね、まあ、良かったなと思いますね、多分受け取る側だけの人っていうのは、うん影響されてずっと生きるんでしょうね。 うん、それもいいとこですね、一人でこう発信していくっていうことも研,研ぎ澄まされていくというか、うん、そう、まあ、あと臨機応変にいろいろできるし、やっぱ久保さんもね、あの従業員いたときは、ね、従業員に精神引っ張られたことも多々あると思いますしね、いろいろとそう、自分の人生なんだけど、うーん。 だからもう最近ね久保,さんあの久保さんは多分見ないと思いますけどもなんか全裸監督っていうね映画がネットフリックスであってまあ昔まあ結構もう,うん放送されてから3年ぐらい経ったのかなまあでもシーズン2は2年前か1年前だと思うんですけどでそれ見てねその映画監督が全裸監督がその西村徹さ,さ,さんがどんどんこの あの破産していくくんんでですすけどもよよ言うセリフがあるんですよ西村徹がその映画で、まあ、実際言ってたのか分かんないですけどもあの最初はねあの自分の,その好きな映画を撮りたいと好きな映画を撮りたいってやってたんですけどだけど会社が大きくな,るなっていく過程の中で西村徹さ,さんのセリフが「俺は会社のためにこんなに頑張ってるんだみんな誰も分かってくれない」と。 こんんだだだけ進行精神会社のためにやってるんだとだから自分が取りたいものじゃなくて、なんだろうな。うーん、会社の売り上げが上がる企画を売るんだ、みたいな。俺、会社のために考えてるんだ、みたいなね。どんどんセリフが変わってくるというか、なですかね。なんか、そういうのを見てて、ああ、わかるな、みたいなね。<laughs> もう本当にね、西村徹さんの気持ちは誰もわかんないですね。共感もないし、だって一人しかいないんで、経営者っつうのは。 経営者の悩みとか痛みっていうのは重み重みはね誰も共感させてないですよだって一人しかいないんだからそうでもそう思うんですよだからまあだから僕もねよく話に出しますけど、まあ、社長が帰れないから帰れないんですよみたいなね <laughs> 何のためにやってるの会社のためにお前らの売り上げお前らの給料を出すために売り上げ上がってないから働いてるのにふざけんなよって心の中で思うけれども全く共感それを言ったところで共感されないんですよね いやいやと <laughs>。だからね、やっぱね、群れると大変ですよ。組織作ったり群れると大きくしよ大変なんで。ねあれはね、一生忘れないですよね。何のために、なんか、すごくなんか崩壊したというか、何のために俺やってんのかな、みたいな。いや、売り上げ上がってなかったお前らの給料払えねえやん、と。だけどね、うん かえねあの吉谷さんが帰らないから、僕たちも帰れないんですってう、うん。ブラック会社ですっていう。まあ、売り上げ上,上がってたら、別に定時前でも帰ってもいいよみたいな。売り上げいっぱい上げてくれるんだったら、それはもういつでも好きなことやってくれみたいな話で。<laughs> ね、上がってないからやってるだけだって。うん、なん。あれはね、なんかちょっと僕の中では、積み木崩しというか、なんか、すごく。 精神的なこうんでも結局でもまあ今思うとまあそうだろうなっていうそれは理解されないですよだから映画監督全裸監督で描かれてる西村徹さんのこんなに俺はやってるんだっていうのは誰も共感しないですよねその女優さんとかね出てる出てるその女の女優さんは監督に言うんですよ「いや私たちが体張ってんだよ」みたいな。 私たちが体張ってんな給料汚せみたいなね。まあそれも一理あるし <laughs>、確かに、まあ確かになっていう。女性が体張ってくれてるから、あの、作品ができるだけであって。だからね、まあお互いに言い,言い分があるし、お互いにその、あるわけですよ。うん。だから一人が一番いいじゃないですか。<laughs> 本当に。だから逆を言うと、昔はね、群れないとできなかったっていうところがあると思うんですね。 でも今は、例えばその映像制作映画とかももちろん全裸、まあ、監督とかもすごいさあのお金使ってるんですよだからすごいなと思うんですけど、まあ、あれだけのクオリティとかあれだけの作品作るためには相当のお金必要だと思いますし、まあ、役者にも人件費だ山田さんが言ってましたけどやっぱそのもう本当に全然違うとその人件費がすげえ金かかるんだけども、うん、そこを、ね、なんかそのなんかネットフリックスんすげえ出してくれたから まあ役者も余裕を持って役を演じれたっていうかまあ普通予算がないと爪爪詰め詰めで,詰め詰めで撮影しないといけないからやっぱ睡眠時間もどんどん削られるしワンテイクで OK なんてことはまあないわけじゃないですかあんまりだからやり直しやり直しいろんなしコマ取ってっていう話で。 だから大体そのなんか1日8時間ぐらいというか,なんか決められたところしかやらなかったっていうねだから逆にその俳優さんとか出てる女優さんとかも全部クオリティ高く演技に集中できたっていう、うん、なんか言ってましたけど、うん、まあ今はねあの別にねカメラに向かってこう喋って別に動画撮って放映できるわけですからお金かかんないしあなんか昔とやっぱ今は変わったなと思いますね 別にお金なくてもできることたくさんあるんでうんはいいってらっしゃい